皆さんこんにちは、ミキです。今日はバッハの平均律の曲集1巻から9曲目の曲の E メジャーのプレリュードを弾いていきたいと思います。初めにこの曲の主題は右手で始まってこれですね。コードトーンで駆け上がっていきます。というのは和声の構成音のことなので、隣の音が入ってない音ですね。それで一番上まで上がったら一瞬半分だけ片足だけ降りてまた戻る、これが主題になっています。次もですね、B メジャーの4コードから F シャープ7、そして D シャープマイナー7、そして G シャープマイナー7で C シャープマイナー7で F シャープ7、コード進行はそうなってますけれども、B メジャーになったところからで今度は上がるパターンなんだけれども全体的に降りていきます。で今度だんだん間隔が短くなって、だんだん緊張した感じ、最後一番下に降りた時に今度は D オーギュメントが入っていって、その後は B マイナーになってます。そして G メジャー、それから C シャープディミニッシュ、 F シャープ7っていうコード進行になってるんですけれども、もう一回弾いてみますね。 Bメジャーにキーチェンジしたとこから、転調したところから、左手の主題、上がるパターンでどんどん降りていく、降りて最後オーギュメントで、ここで新しいことが起こります。それは左手が今までコードトーンで動いてたところがステップで問いかけが始まります。ここはベースが問いかけます。オーギュメントからベースが問いかけて、次テノールが答えます。でそして今度はソプラノがそれに返事をします。一番上からハーフステップ、半音階進行でこういう問いかけがここに入ってます。 D オーギュメントから全部一緒に弾くとステップで左手ベースが入って、そしてテノールが答えて、でソプラノが今度は半音進行で半音階で降りてきて、次が今度は F シャープマイナーのキーですね。これは F シャープマイナーの2コードで E シャープディミニッシュ、
マイナーというのは E メジャーの2番目のコードですね。だから2 E メジャーの5 E メジャー1、ここは橋ですね、ブリッジ。新しいキーは A メジャー、もうとっても綺麗ですね。これすごくフレッシュな感じがします。ここがなんか山登りをしてずっと藪の中を歩いて登っていったんだけど、急に視界が広げて、ああ綺麗っていう感じ。明るくて251コード、でこれが A メジャーが終わるんですけれども、 A メジャーは E メジャーの4コードになってます。1234 A メジャーですね。そして同じことが起こります。上がっていくパターンで、してきて、感覚がリズムの感覚が狭くなる。だんだん近づいてきて、右手と左手も近づいてきて、最後オーギュメント、かなり色が変わるった感じですね。で次 E マイナー、同じことが起こります。 G オーギュメントからオーギュメントになったら、その後はパターンが変わります。ベースがステップで問いかけます。質問して、それにテノールが答えます。でソプラノが最後に答えます。半音で降りて、でこれはドミナント、入ってます。5-1 に行くはずだったんですが、ところがここで終わらないんですね。まだなんとここから6度に行きます。これは C シャープマイナー5-6、これはなんとか終始、日本語で名前がありました。で6度行って、でここがからクロージングステートメントですね。テノールがまた聞きます。テノールが問いかけて、アルトが答えます。これがアルトが真ん中です、内声で。で今度ベースが最後答えます。終わります。そういうその各セーブの問いかけをよく聞いてください。通して弾いてみます。Thank you.
ありがとうございました。